相撲が大好きな皆さんこんこにちは。最後までご覧になった後、皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいですそれでは早速参りましょう今日は大相撲界で大きな話題となっている中村親方の独立と新しい中村部屋の設立についてお話しします6月1日付で二所の関部屋から独立した中村親方が 新しく起こした中村部屋へ弟子たちを引き連れて引っ越しをしました中村部屋の所在地は東京都墨田区両国一丁目にある旧六部屋の跡地です茨城県阿見町にある二所ノ関部屋は全44部屋中で最も両国国技館から遠く直線距離で約48キロ電車と徒歩合わせて約1時間半もかかっていたそう けれど、引っ越し先の中村部屋は、国技館から直線距離で約130メートル、徒歩2分という非常に近い場所に位置しています。新重量昇進が決まっている火曜は、楽しみですねと気持ちを新たにしました。新潟、農中から海洋高、日体大、二所ノ関部屋と12年間苦楽を共にした。 同級生の十両、白熊や一年後輩の小結、大の里とは、お別れの時が来ました。転籍が決まった二日後、ハグマは長年ずっと一緒にいるので、泣けてきますね、と笑いながらも寂しさを口にしました。出発する朝、寝ている二人を起こして、行くよと伝えると、じゃあねと帰ってきたそうです。涙のお別れとはならず、会えなくなるわけじゃないので、 と気丈に振る舞いました。初めて関取として臨む名古屋場所では、元道部屋のハグマと対戦が組まれる可能性もあり、やりにくいけど、頑張りますと述べ、本場所での再会を誓いました。運び入れた荷物が稽古場に山積みになる中、中村親方はたくさんの人に支えてもらって、このスタートに立てた、まずは感謝ですね、と笑顔を見せました。 2022年まで入門時からの師匠だった元大関ことの先代小車親方のもとで親方というものを学んで今度は二所の関親方のもとで2年3ヶ月学べた特にお世話になったこのお二人には感謝の気持ちでいっぱいと述べ感謝の意を表しました将来的な目標については定年までの23年間で 最低20人の関取りを育てたいと語り人格者を育てたいそのためには自分が背中で教えないと稽古はもちろん掃除もちゃんこ板も洗い物もやりますよと意欲を示しました日本相撲協会は5月30日の理事会で中村親方が二所の関部屋から独立し中村部屋を新設することを承認しました中村親方と共に 旧小車部屋から二所ノ関部屋に移っていた前頭友風。前日29日に新十両昇進が決まった加用らが、中村部屋に転籍することも合わせて発表されました。ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう。絶対近い方がいい。付き人やスタッフである呼び出しさん、床山さんいろいろ準備があるんだから。余計なストレスはなくなるでしょう。 歌謡館は高校大学の後輩大の里に後人を拝したどころか、付き人までして悔しかったでしょう。早く幕内に入って対戦を楽しみにしたいですね。中村親方は怪我がなかったら、玉鷲みたいに40歳まで現役やりたかったと思う。相撲が大好きなんだよね。新生中村部屋の力士たち、現役時代の吉風みたいに、闘志溢れるを見せてほしい。応援しています。 まあ、近いとこも良いけど、茨城の広大な土地を持ってる二所ノ関部屋も良いですよ。土俵は二つあるし、観光バスも乗り入れできる。一人一人に部屋がありプライベートも守られる。だんだんと今風になってくのかなぁなんて思ってます。中村親方の出身大学の後輩である、大の里も一緒についていくかなと思ったけど結局二所ノ関部屋に残った。 他にいた日体大出身力士が3人いるけど、その力士は中村親方についていった。さて大の里はどうなるか中村親方もスカウトでいい力士を育てほしい。吉風の相撲は大好きだった。体は決して大きくないが、どんな相手にも真っ向勝負。先に両手をついて待つ、その姿が潔かったし、すがすがしかった。清々しかった W。 人生いろんなことがあるもので、女を見る目がなかったり、安易に渓流下りやって大怪我して引退余ぎなくなっちゃったけどね。ところで故郷、ふるさと佐伯町相手に4億以上の損害賠償を求めた裁判、その後どうなったんだろうね。その後の顛末、全く聞かないだが、吉風ね現役での最高位は東関脇とな、あんまり大相撲の迫害とは縁遠,遠い。 私ではありますが、この吉風の爽快な男前は、よく記憶に残っております。相撲取りは美男なのが一番よ。大きな怪我もなく順調に成績を伸ばしていけば、やがては爽快な美男ハンサムボーイ横綱になるものと期待しておりました。しかし、授かった生後2ヶ月の子供が乳児性突然死症候群で亡くなったことと、でも、親方になっての新天地での中村部屋が、 トントン表紙で大きく茂。栄えしていくことを心より願っております。やっちゃえ、吉風、やっちゃえ、中村。細かいことはわからないけど、いつも相撲の解説を聞いていて、私だったら中村親方に入門したいと思ってます。とても理論的だし、とても愛情を感じます。中村部屋、頑張ってほしい。吉風席の現役時は、真面目すぎるくらい優しそうな方でした。 ただ親方となると相撲技術指導だけでは疑問です。部屋全般を把握する指導力が必要かと思われます。過去幾多の災難も性格が関係してるのかな往復3時間、雨の日の支度とか考えるとそれ以上の時短効果。どうかったからこそありがたみが大きいかもしれません。両国の街を盛り上げてほしいですね。 夏場所で所要7場所の史上最速優勝を果たした小結大の里は転籍せず元横綱木瀬の里が師匠を務める三所の関部屋に所属します同じ二所の関一門の佐渡ヶ嶽広報部長元関脇琴ノ若は頑張ってほしいですね新しくスタートするわけですからとエールを送りましたまた中村部屋の所在地については 改めて発表しますと説明されました。中村部屋に転籍する。日本相撲協会員は中村親方を含めて11人で。以下の通り番付は5月の夏場所。年寄り中村、前頭友風、幕下加代。幕下宮城、三段目阿龍三段目竜王。三段目西田、三段目脇野里。序二段加藤、呼び出し六郎、床山床か,かすみ。 元関脇義風の中村親方は大分県佐伯市出身の42歳で思い切りのいい突き押しを持ち味に幕内で長く活躍してきました平成28年の初場所で新入幕から59場所かけて果たした新関脇への昇進は一史上2番目に遅い記録でしたその後怪我の影響もあり5年前に引退し 小部屋の部屋付き親方となりましたが部屋の閉鎖に伴い元横綱木瀬の里が師匠を務める二所の関部屋に移籍しました中村部屋には小車部屋から共に移籍していた幕内の友風のほか夏場所の幕下で好成績を残して新十両昇進を決めた歌謡など8人の力士が所属します中村親方は 多くの人に支えられてこのスタートに立てた。まずは感謝ですねと笑顔で述べました。中村親方は10月16日、東京、両国国技館内の、相撲博物館でトークイベントに臨んだ際に、将来的な独立も視野に、身の上話でも何でも相談してもらい、共に解決を探せるような親方になりたいと、語っていました。 中村親方は元横綱稀勢の里が師匠を務める二所の関部屋で部屋付きとして指導に当たっていました。ファンから自身の指導方針について質問を受け、怒らないで威圧しない、負けた時に自分でなぜかと考え、具体的な改善を目指す力士を育てたいと述べました。この方針からも中村親方の 温かさと力士たちへの深い思い思やりが感じられます。そんな思いやりのある中村親方となっている義風は元嫁の大西愛さんと離婚しています義風の元嫁の経歴はどのようなものだったのでしょうまた義風は離婚後再婚したのでしょうか子どもの現在についてもまとめました義風は2008年12月26歳の時に大阪出身で フラワーアレンジメント講師の西口愛さんと結婚しました。この時すでに愛さんは妊娠中でした。二人は2005年の春場所中に知人の紹介で知り合い、吉風が愛さんに一目惚れ、吉風が何度も結婚してと言い続け、見事に休婚が成功したのです。吉風は2008年11月場所で、初めて獲得した関東賞の200万円で、 ダイヤ1カラットの婚約指輪を購入しました愛する人がいたから吉風は相撲も頑張れたようです結婚発表の会見ではお互いをマー君愛ちゃんと呼び合うほど仲のいいところを見せていました2009年10月に東京都内のホテルで挙式披露宴を行い約500人が出席しました吉風の元嫁はフラワーアレンジメント講師をする前は JAL のグランドスタッフとして働いていました。2009年5月に、第1子となる長女リオリナちゃんが誕生し、2011年7月には次女のエレナちゃんが誕生しましたが、2ヶ月後に乳幼児突然死症候群で亡くなりました。2013年12月に長男の両性良性君が誕生し、現在、ヨシカゼには2人の子供がいます。 2019年9月場所で吉風が引退した時にも家族が笑顔で映っていましたが2020年11月に夫婦の別居と離婚調停を報じられました原因はお嫁さんにありました2020年7月中頃吉風が育児に関してお嫁さんを注意したところ夫婦喧嘩が過熱しお嫁さんが警察に通報しました するとお嫁さんの言動に不審な点が多かったため、警察が捜査を進めると、お嫁さんの日常的な娘への虐待が発覚し、2021年3月に暴行の容疑で逮捕されました。その後、2023年3月に離婚が成立し、吉風は子供2人を連れて別居しました。元嫁は数ヶ月後に、交際相手と見られる男性と亡くなりました。 吉風は再婚しておらず、子供は正常学園に通っているとの噂があります。吉風は結婚していたとき、世田谷区の二子玉川で暮らしていました。子供を連れて別居した後、子供が転校しなくても済むように、元の自宅近くに引っ越したそうです。2022年2月に行われた吉風の断髪式では、当時小学2年生の長男と、 小学6年生の長女が参加していました。現在、中村親方こと義風は再婚しておらず、二人の子供と共に新たな生活をスタートさせています。中村親方の新たな挑戦は、彼自身の成長とともに弟子たちにも、新たな道を切り開くものであり、今後の活躍が期待されます。これからも多くの人々に支えられながら、 新たな部屋での生活がスタートします。彼らの未来が明るく、成功に満ちたものとなることを願っています。